今月は八白が中級に来ていて、そして年番も四六に変わるということです。今までちょろちょろちょろっとなんかなってるものがドバッと膨らむみたいな木なんですけど、それで八白が真ん中に来ていて、土のところ時刻五黄八白のラインに五黄と暗剣と破壊が乗っかってますね。そして三匹のところに天道が乗っているということで、噴火とか停電、地震がありそうな月ですね。何しろ土がちょっと揺れるっていう感じがします。そして全体運の益は三風庫というのになるので、今がチャンスだよ、今やらなきゃいつやるのみたいな、塾の先生みたいなの今でしょみたいなやつですね。まあそれも今までやってなかったこと、手をつけてなかったことを手をつける時でしょみたいな、ちょっとそういう感じなんですね。だから2月になって新しい年になりますけども、それまでのちょろちょろしてたものが出てくる、手を打たなきゃいけないみたいな感じだから、個人的にもね、自分で何かやんなきゃと思ってることをやるみたいなね感じもあるかもしれないです。そしてキチカフェお得デーは2月1日9日18日27日になります。これについては別動画で開運の日ということで動画をアップしますので、やり方がわからない方はそちら見てください。またキチカフェオンラインサロンでもお伝えしていますので、そちらもね、結構貴重な情報をキチカフェオンラインサロンでもお伝えしています。非番吉報、通称キチカフェのエキスパートになれるものですから、1月20日から、よかったらご入会ください。もしくはお試しもできますから、入会するかお試しするかっていう感じでご参加ください。そうですね、2月5日の日曜日の夕方に無料講座やりますから、お試しでね、それ参加してくれてもいいです。はい、では三匹木星は南に来ていて、天道がついている2月になります。1番全体運、九紫の上南に来ていますので、九紫の上っていうか南に来ていますので、頭が冴えるし、見る目がある、切れてます。切れ味、何、頭が切れる、よく見える、そんな一月になります。また2度目がいいのが九紫さんみたいのがありますから、南の場所で2度目のチャンスいいです。リベンジ好き、ちょっと虚しく失敗したやつもう一回チャレンジ、いいですね2月。そして逆に情熱が、天道乗ってますから、情熱が強すぎて情熱の空回り注意になります。三匹の人情熱の空回りしそうだわ、気をつけて。よく見える月になりますから、観察してからね、情熱持っててもいいけど観察してから行動してください。そして年番では八白がいる場所になりますから、停滞感があります。だけど停滞した後スタートするというのがあるから、なんか止まったものがあったら着目しとくといいと思います。何かが始まるはずです。それ同じ止まったものがもう一回始まるかもしれないし、なんか違うところから始まりが出てくるかもしれません。そんな感じになります。そして南の場所はイライラしやすいっていうのがありますから、イライラして喧嘩しないように、三匹の人喧嘩早いですからね。まあ面白いんですけどね、そこがね、愛嬌があっていいとは思うんですけどね、そうやって思ってくれる人ばっかりじゃないのでね。そしてね、結構ね、穏やかさ、協調性を求められたりするので、なんか自分は情熱があって、
リベンジのチャンスだし、なんかメラメラ燃えてるんだけど、周りの人からは調整してほしいとか、あの穏やかな、対応してほしいっていうふうに思われますので、まあ、その辺ちょっと工夫が必要な1ヶ月かな。すごく目立ちますから、あの決してイライラしたりとか情熱の空回りとかしないように、目立っちゃって人の印象に残っちゃいますからね、うん、注意してください。そして2番のラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはレッドファントムクォーツです。南なので赤、そしてファントムクォーツは八白ですね。まあ、気づきを与えてくれる石になりますから、まあ、よく見えていろいろ気づいてはいますけどね、それをサポートしてくれる、ちょっと落ち着いたエネルギーも持ってるから、いいんじゃないかな。それをいつもポッケに入れたり握りしめたりしてるとイライラしなくなる、落ち着いてくるっていうのがあると思います。ラッキープレイスは歴史を感じる場所というのを挙げてみました。八白土星ね、歴史といいますか、継承しているもの、先祖代々とか昔からずっとつながっているものという意味があるから、歴史を感じる場所おすすめになりますね。この辺だとね、なんか長篠の戦いの跡地とかあるんですけど、あそこ歴史感じるし、あと関ヶ原の戦いの関ヶ原っていうのもちょっと足を伸ばせばあるし、なんかそういう感じ、そういうの八白の人好きなんじゃないかな。なんかそういうところにちょっと行ってみるのラッキーになります。あ、八白じゃない、三匹ね、三匹の人、失礼、いつも分かんなくなっちゃう。三匹の人も結構そういうの好きなんじゃないかな、好奇心がありますからね、おすすめになります。そしてラッキーフードはタケノコの酢味噌和えです。私今年の春ずいぶん食べたな、タケノコの酢味噌和え。今ちょっと時期じゃないけど、パックのやつでいいですから、タケノコの酢味噌和えおすすめになります。そして3番、開運ワーク、今月はやめたいこと10個書き出しっていうのをやってみてください。やりたいこともいいんですけど、やめたいことも重要です。やめるにはどうすればいいかっていうふうなことを考え始めますから、やりたくないこと、やめたいことですね。まあ例えばさ、お皿洗いやめたいなとかって思うとするじゃん。じゃあどうやって主人にやってもらおうかなみたいな、なんかそういうこと考えたりとかね、なんかそういう感じとかね、やめたいこと、あとなんだろうね、歯ぎしりやめたいとか、なんかそんなとか、なんかなんでしょうね、なんかそうやめたいことを10個っていうのも自己成長させるのにいいと思いますので、今月はそういったことを書き出してみてください。そして4番、星の特徴、三匹の特徴、電気というのを取り上げてみました。電気とか電力ですね、今月2月ね、天道が乗ってるんだよね、三匹の電気に、まあ、電気の三匹に、だからで2023年の盤面になって3匹案件もかかるから、なんか電気が嫌な予感するんですよね。なんかある？電気でなんか値上がりとかもありますけど、それで3匹の人は電気っていう意味があるから、すごくひらめきのある人が多いんですね。ピコーンって電気がつくっていう感じ、頭の中で、ああみたいな、そういうああとか繰り返してばっかりいるので、それでうるさいっていう説もあるんですけど、なんか独り言も多いし、3匹の人、なんか家族はさ、3匹の人がこう
あそうか、あああとか言ってると思うじゃんね、家の中で。それがなんかこういちいち何何えみたいな、なんかそういう風な感じに、ちょっと静かにしてくんない、落ち着かないじゃないみたいな、そういう感じになるんじゃないかなと思うんですけど、なんかあそっかあそっかってすぐひらめいて、箱じゃないあじゃないみたいな、ひらめいた途端に言葉にするようなところがありますから、三匹の人ね。なんかそういう電気みたいにピコーンとつくっていうのを持っている。また三匹の人は自分も電気持ってる結構人が多くって、あの静電気、この時期は静電気になる人多いです。あの三匹の人と触るとバチバチってなったりとか、あとその電化製品を触るとバチってなって壊れちゃったりする時あるの。三匹がエネルギー高いとなんか怒ってたりとかすると壊れるっていうか、なんかちょっと調子悪くなったりとか、あと電球が切れたりとかありますから、三匹ね、電気っていう意味があって面白いんですよね、うん。まあ、あのその ホラー的な意味じゃなくてですね、なんかエネルギーがバチバチってなるのかな、なんかそういう感じで電化製品あの直したりするのも上手なんですけど、壊したりもする人もいるっていう感じですね。電化製品と縁があるというか、そういった特徴があります。だから電気屋さんとかラッキープレイスだし、電気的な仕事するのもおすすめではあります、三匹の人ね。また三匹最大吉報の人もそういう感じがあります。